ヘルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回も漂流者を支配しながら街づくりができるヘイブンドッグをプレイしていきたいと思います。ということで、まあだいぶね、前回進んじゃって、まあ今回ワンちゃんも近くにいたりとかするけどさ、まあ施設が整ってきたわけですよ。で、料理とか水分とかいろいろ問題はあるんですが、まああるんだけど、そろそろね、拡張だったりとか、まああとはそうだな、まあ、拡張もだけどさ、あっちの施設、ここをさ、うまく活用して、なんかね、もうちょっとここいい感じにしたいなと。あそこね、農園っぽくした方がいいんじゃないかなとか思ってて、ちょっと施設をいろいろ入れ替えしたいなと思います。で、途中ね、研究とかもしつつっていう感じになるかな。実際ね、研究見てみるとね、もうね、このあたりね、もう生成器のアップグレードとかタービンとかね、もうロボットとかなんで、人集めつつって感じかな。あとね、意外とここ見てもらってんだけど、魔法使いとか来てさ、まあだいぶ右側来たのよ。なんで、まあ、人間対応とかちょっと気になるものはあるけど、ちょっとね、この辺り、強化の方をしていきたいなと思います。特にこのスコップっていうか、固定が欲しい。これがね、どうにかしてゲットしたいんだけどな。研究とからしいけどね。カウアイランドとか、いろいろあるみたいだね。結構やること多い割に地味になると思うんで、しっかりスキップしまくっていきたいと思います。じゃあやるか。まず、コーヒー島に上陸しました。ここね、なんかいろいろできるみたいだからね。で、なんかロープがいるみたいなんだね。これはちょっと集めてみようか。すぐ作れると思うんでね。この装置をロープ製造に変えて、あとは待つだけか。やっぱまた暇になっちゃったね。そうだね、この研究しながら船の強化素材も集めて待とうかな。はい、ロープの完成待ってたらボートの素材集まったんで、こちらを強化してみたいなと思います。いや、マジで強化あっさりすぎるんだよな。じゃあこれで行けなかったところまで行ってみようかな。あっ、ぽい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 。すごーい。とりあえずディーゼルだから、うわ、こっちまで来れる。すげえ、シロクマいる、ゾウもいる。あとちょっと暗いね、朝まで待つか。朝になったけど、まあ、この島なかなか動物多いんでね、早速上陸してみたいと思います。まず、ここ。普通に降りれるんだね。お!落ちれる!水、泳げないんだなぁ。ってことは、ここもそのまま落ちるってこと?落ちるモーションあったんだね。とりあえず、腹ごしらえだけして、だ、まあ、あれ?でもゾウさん話せるわけじゃないんだ。え、ここ何?あ、家入れるっぽい。いや、上がれない。抜けた嘘だー。え?ちょっと待って。え、なになに?来れただけ?で、こっちは、鳥注意っていうだけで、まあ、巣はあるんだけどね。あとね、ここはね、錠前。だから鍵がないと入れないのよ。あ、で、これね、ロープあれば作れるんだったわ。おい、作った。おー。50個。はい。なロープあるよ。はい、20で、これ何、最後のこれ何、わらか、干し草が足りない。あー、じゃあ干し草集めたらいい感じだね。よしよしよし。
ああ、戻ってきたよ。これでね、多分直せると思う。壊された巨大な鳥の巣のような素材になるものたくさん直せそうです。はいはい。で、これで、直すと。おおー、めっちゃ可愛い。巨大な鳥が島の上に降りてきた。どうやってここまで大きさ成長したんだろうか。これでかすぎるね。なんてひどい、見にくい鳥だ。めちゃくちゃ可愛いじゃん。母親のキーウィは悲しそうに見えます。動物学者は彼女が怪我をした赤ん坊を探してると言ってます。はいはい。え、助けたよ。母親のキーウィが怪我をした赤ん坊が戻ってきて嬉しそうです。彼女は喜んであなたの背中に乗せて、高所まで飛んで行ってくれるようです。乗りたいけど、色。あー、かわいいね。あー、これもいい。あー、めっちゃかわいいな。やばい、これはやばい。あ、ペンギンっぽい。うわー、これかわいいな。じゃあ、そうだな。うわ、どれも捨てがたいけど。これだな。これが可愛いね。しかも目もね、ほら変えれる。可愛い。めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛くね、これ。やばい。うわー、すげえ。よし。飛ぼう。おー、まさかの。超絶移動が楽になるっていう、すごい。やめた場合は、あー、そういう風に降りてくるのか。はい。俺これ戻れなくね、のせいか。あ、話せるようになった。あ、コテ持ってる。この人だったんだ、持ってたの。恐竜物だって。プラスチックブルー、はいはい。カゼインプラスチック、原料とかで使うって書いてある。牛だって。ゲーム内ではまだ利用できません。はあ。じゃあちょっと多めに。こんなにくれるの余って仕方ないの。そうだよ。で、あ、いいね。牛とドクロ。そうだな、余って仕方ないからな。私もです。イエーイ。あ、鶏肉か。どういう家住んでんの。あー、すり抜けていったね。ちょっと待って、これさ、待って、カウアイランド、風車。あ、もう全然違うブロックみたいな感じか。人間逮捕で戻れるってことか。だからキーウィの巣を持ってると飛べるのかな。もうちょっと気になるね。あ、ボタルならいいや。すごい。ちなみに、ってかさ、これだったら、例えばさ、ボートこれいけるのかな。あ、いけないよね。だから着陸できないってなったらさ、これキーウィでいけるようになるってことだよね。めちゃくちゃ優秀じゃない？キーウィ。まあ一応行けるようになってるんだけど。あの事故以来、魚たちがいなくなってしまったんだ。釣り名人。あ、採用しよう。ナイス祈り子や。どういうこと？なんかで強化できる。漁師の酒だって。またなんか新しい要素出てきたね。はいはい、消えてしまってみんな出て行ってしまったんだ。あ、釣り小屋だったけどってことか。
これは登ると、あ、ちょっと待った、なんかある。いや、ここはただ休憩ができるだけか。すごいな、なんかまた酒だるはワインないと作れないね。しかもさ、これ作ろうと思ってもさ、あー場所がね、だから基本的に自分たちの領地を広げるような感じで頑張るけど、その他の施設はお手伝いみたいな感じなのか。なんで、ちなみにこれこうし、あ、キウイが足りません。やっぱキウイがいないといけないのか。じゃあどうしようかな。酒だるはワインがないから作れないでしょ。餌を使って、だから餌がないけどなぁ。だから割り当てができないんだ。こっちはこっちなんだね。あープランクトン使ってフィル、だから専用がいる、専用でいるわ。で、酒だるはあるといいんだけどな。装飾品、収納ボックス、ここ置いて、プランクトン、まあ、エビと餌を置いとけば多分してくれそうな気がするからね。プランクトン、プランクトンどこ、あったあった、うん、多分こうしとけば。祈り小屋で今満喫中だね。生産量が2倍、はあ、速度のコストが上がると。酒を作るのが多分まず一番だろうな。こっちはこっちで、どこ見てんだろうね。祈り小屋見てるんだろうな、ずっと。じゃあ鍵もゲットしたんでね、謎の扉開けに行こっかな。じゃあ開けよう。扉開けるとそこは地下に降りる洞窟があった。入ります。入っちゃう。お、すげえ、ピッケルなんて持ってたんだ。なんかいる。うわー、なんで急に戦闘が始まった。しかもこれ俺自分のライフわかんないんだよな。わー、すんごいすんごい地味。で、これは掘れるの？ちなみに掘れないんだ。あー、完全にじゃあ戦闘しながら。あ、自分も5ダメージ食らってる。なんだろうね。あ、でも35って書いてあるわ。はあ、アイテムもこれ何なのか分かんないしね。スライム、え、なんかキングスライムっぽいのいる。ライフ高っ。高すぎる。これ削るの時間かかるね。あ、でもパターン入った入った。よいしょ、来たー。倒したけど特に変化はないって感じだね。なんで一旦島に戻ろっかな。
本格的にやることがなくなってきたね。というか待ち時間が長くなってきたな。こうなったらやっぱり島を発展させるしかないか。はい、ですね、やっといろいろ整いました。まずそうだね、あの変わったところから話すると、ここをね居住スペースにしたのよ。形的に良さそうだなと思って、で食料も足りないことが多かったんで、食料の確保と、あと家と寝床の確保と、あとペンギンもこっちにね持ってきました。でね、もう一つ大きく変わったところがこっちだね。まず2階からなんだけど、オウムをねここにねがっつり配置するようにして置いてます。でね、単純にねこれとセットみたいな感じにしてるんだよね今のところは。なんでこれでまあ少しね作業がだいぶ楽っていうか農作業が楽になるんじゃないかなと。あとはよくあった火の問題だね。火元がね炭が良くなくなってたんで、この炭を大量に作りました。あとわかめとそのこういう鉄関連だねをするところもセトラーをまとめて配置したって感じだね。配置まだしなかった。まあこれで鉄不足が多少は解決できるっていう感じかな。で最後下、ここがねダイバーのところをねまずここに持ってきたのよ。で人数増えてきたらまあここも増やしながらっていう感じかな。一応準備はしておくけどね。あとは農園もね基本的にこの形でやってます。でね、セトラーもねうまく配置したんで、こんな感じで作物さえ育てば何事もなくうまいこといくみたいな感じにはなってるね。特にね木材がね途中から不足気味だったんで、これでだいぶ変わったなーっていうところ。いやーだいぶ大変だったよ。移動させたけど基本的にも自分でやった方が早いわと思って、がっつり動かした。あとはね鶏ちゃんとかいるから、このスペースを、まあ、こっち持ってくるかとか、あとはこっちをねなるべく工場した地帯にしたいというかさ、近未来的な感じにしときたいなっていうのがあって、ちょっとねこの辺りは整えたいです。あとは娯楽施設もあえてこっち側にしてるね、研究と合わせて。ね、いろいろやってたんだけど、まあ、ダイナマイト今作ってる最中というか、ダイナマイトが作れたっけ。あ、でもこれキャンパスが足りないんだよね。なんで、まあ、とりあえず強化できそうなところは強化は今してるっていう感じかな。いやー、それにしても快適になったな。めちゃくちゃ時間かかったけどね。いや、それに見合う効果はあったわ。はい、ということで今回ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。